モール・オブ・アメリカは、アメリカ合衆国ミネソタ州東部、ミネアポリス・セント・ポール南港のブルーミントンに立地する、全米最大級のショッピングモール。MOA、MOA、メガモールとも呼ばれる。道モールは日本の高速道路、週間高速道路、I、I-494 とミネソタ州道77号線の、ジャンクションの南東に位置し、ミネアポリス・セント・ポール国際空港とは、 I-494 を挟んで立地している。ブルーミントンの中心部からは北東にあたる。モール・オブ・アメリカは1992年にメトロポリタン・スタジアムの跡地を利用してオープンした。世界で最も客数の多いモールで、年間客数はミネソタ州の総人口の8倍にあたる4000万人を超える。モール内の従業員総数は約12000人を数える。 モール・オブ・アメリカの延べ床面積は約39万平方メートルに及び、そのうち25万7200平方メートルが店舗用スペースとして使用されている。店舗用スペースの広さでは、オハイオ州、ヤングスタウン郊外のイーストウッドモール、フィラデルフィア郊外のキング・オブ、プロシアモールに次いで全米第3、店舗数では全米最大である。建物は対象型となっており、 ほぼ長方形の間取りになっている。内部は4階建てになっており、1から3階は長方形に、4階では1本になっている通路に沿って520の店舗が配置されている。モールの北側への増築が計画されており、完成すると最大900店舗まで増える予定になっている。四隅にはそれぞれブルーミングデールズ、メイシーズ、ノルドストルム、シアーズのデパートが立ち、 アンカーと呼ばれている。モール内は4つのゾーンに分けられ、それぞれ独自のスタイルで装飾されている。テーマパークザ・パーク・アット・ MOA モールの中央にはザ・パーク・アット・ MOA と呼ばれる屋内型のテーマパークがある。道園は屋内型テーマパークとしては全米最大のものである。元はキャンプ・スヌーピーと呼ばれていた。園内には2本のローラーコースターをはじめとした。 様々なアトラクションが配置されている。他の多くの屋内型テーマパークとは異なり、道園には園内及び周辺に天然の草木が植えられ、高低差5メートル程度ではあるが地形に起伏がつけられている。こうした設計によって、より自然に近い景観が作り出されている。テーマパークの他にも、モール・オブ・アメリカには巨大な展示物を中心としたレゴのテーマエリア、 AMC のシネマコンプレックス、水族館、さらには、教会、結婚式用のチャペル、学校まである。ライトレールのモールオブ、アメリカ駅ほぼ同形上の7階建ての立体駐車場が、モールの東側と西側に一棟ずつ建っており、合計約1万3000台を収容できる。これに加え、建物の北側と南側の平面駐車場、及び、 近隣の駐車場を合わせると約2万台分の駐車スペースを備えていることになる。モール・オブ・アメリカは地域交通の拠点にもなっている。ミネアポリスのライトレール、ハイ・アワサ線はモール・オブ・アメリカを南の起点とし、ミネアポリス・セント・ポール国際空港を通ってダウンタウンに通じている。また、ミネアポリス・セント・ポール都市圏内を広くカバーする路線バスはモール・オブ・アメリカにも便がある。 これらのバスやライトレールのターミナルとなっているのは東の駐車ランプの仮想会である。しかし、モールの駐車場はあくまで買い物客用のものであり、ライトレールでの通勤客がパークライドに使うことは奨励されていない。空港の利用客がモールの駐車場に車を止めてライトレールに乗り継ぐのを防ぐため、深夜の営業時間外の駐車は禁じられている。 ライトレールを用いる通勤客には広い駐車場を備えた隣のニースアベニュー駅を使用することが推奨されている。メトロポリタンスタジアムのホームベースアトモールオブアメリカはトリプルファイブグループによってそのコンセプトの設計がなされ建てられた。トリプルファイブグループはカナダのガーメジアン兄弟が経営する企業グループでカナダアルバータ州のシュー都エドモントにある。 北米最大のショッピングモール、ウェスト、エドモントンモールの経営も手がけている。モール・オブ・アメリカは、メトロポリタン・スタジアムの跡地に建てられた。同スタジアムは1982年に、ダウンタウンにメトロドームが完成するまで、MLB のミネソタ・ツインズや NFL のミネソタ・バイキングスが、本拠地にしていた。ハーモン・キル・ブルーが1967年6月3日に、 放った520フィートの特大本塁打を記念して、メトロポリタンスタジアムの椅子一席がそのままの位置で、モール・オブ・アメリカ内に残されている。テーマパークの北西端には、メトロポリタンスタジアムのホームベースがそこにあったことを示す真鍮の石踏みが埋め込まれている。1986年、ブルーミントン公安局は、トリプルファイブグループらがアーメジアン組合との合意に達し、 1989年6月14日にモールが着工した。組合には、トリプルファイブグループのほか、ショッピングモール、開発オートメルヴィン・サイモンアソシエーツ、教員保険年金、あとにナンバ、パークスの設計で知られることになる建築家、ジョン・ジャーディラが参加していた。モールは1992年8月11日にオープンした。オープン当時、モール・オブ・アメリカは、 店舗スペース、店舗数のいずれにおいても、全米最大であった。ただし、すでにあったウェストエドモントンモールには及ばず、世界最大や北米最大ではなかった。モールオブアメリカは、単なるショッピングだけではなく、エンターテイメントの場としても位置づけられていたが、飲酒や喫煙には、むしろ厳しかった。マルディグラをテーマとしたファットチューズデーというバーは、 九百九十九年の大晦日に起きた度が過ぎた露出と飲酒絡みの暴行事件が元となって翌二千年に入るとすぐに閉店に追い込まれた。四階にあったバーが閉店時間となった後のモール内での人通りなども問題になっていた。さらに二千四年に自然体での禁煙条例が出されるとミネアポリスのダウンタウンのブロック E と呼ばれる娯楽地区の再開発と 相まって、モール・オブ・アメリカの4階にあった店舗はほとんどすべてが、姿を消し、わずかに、フーターズのレストランと、AMC シアターのみが残った。モール・オブ・アメリカの内部、2006年一方、メルビン・サイモンアソシエイツとトリプルファイブグループは、モール・オブ・アメリカの所有配分をめぐって、法廷で争っていた。1999年に、メルビン・サイモンが、 教員保険年金の所有していた27.5%の株式を買収し、筆頭株主となったからであった。これに対して、トリプルファイブ側はこの取引に関しては何も聞いていないと主張し、法廷に持ち込まれたのであった。2003年、合衆国交訴裁判所は、トリプルファイブグループを筆頭株主と認める判決を出し、管理権限と計画権限が、 元のコンセプト設計者に戻ることとなった。モール・オブ・アメリカの経験を取り戻したトリプル・ファイブグループは2006年11月3日にフェーズ2と呼ばれる拡張計画を打ち出した。フェーズ2はモールの北側に広がる、元はメトロポリタン・スタジアムの室内練習場だったところの跡地を利用して拡張するものである。拡張部分の中にはディナーシアター、アイスリンク、 水上公園を作り、ホテル3軒を建て、ウェストエドモントンモールに似た作りにする計画になっている。拡張部分の面積は約48万3000平方メートルに及び、完成すると既存のモールが2倍以上になって、ウェストエドモントンモールを抜き、世界最大のカナンモールに匹敵する規模になる。しかし、この拡張計画は資金難のために難航している。モールオブ。 アメリカ側はこの拡張には19億ドルを要すると見積もっている。モールの開発者は、州や地方の出先機関に対し2億3400万ドルの資金援助を願い出たが、州知事ティムポーレンティにより却下された。モールオブ、アメリカ側では対策として完成後に市から分離独立することや民間から雇っている警備員を 地元の警察官に置き換えたりすることを計画している。ありがとうございます。